今といえばですね、コンデンスミルクが実は非常に有名でして、まあ、コンデンスミルクかけるんですか、僕はあまりないんですけど、ちょっと変わった感じの、少し甘みのある、でも甘きとか、アコード数ちょっと強くて、甘みによく合うというふうになっていると思います。まずですね、グラスの表面を半分だけバカルディゴールドで濡らして、カカオパウダーを振りかけます。でそこにですね、この今回、このビトラというカクテルを作るんですけども、このビトラのシールを巻いたシナモンを飾って、葉巻と煙に、グラスを入れたときです。まだ今日はちょっと申し訳ないです。材料ですね。まず、コーヒー豆、3粒だけ中に入れて潰してあります。続いて、ここに、シナモンパウダーですね。中に入れてあります。でアンゴスチュラビターズを、はい、ワンダッシュ2杯分ですね、作らせていただきます。そしてこのカクテルの主役ですね、バカルディゴールドラム、45ですね、45ゴールドが40ml。これだけ入ったら相当甘そうな感じがするんですけど、意外と甘くないんです。いろいろ試したんですけど、森永乳業さんの練乳が一番本当に結構味違うんですね。で森永乳業って牛乳屋さんのイメージだと思うんですけど、もともとは練乳屋さんなんですね。で日本でもやっぱり貧しい頃はあの冷蔵庫が普及してないんで、あの加熱処理された練乳が普及してて、その後にあの冷蔵庫が普及で出してから牛乳が出回ったっていうのが、あの世界的に見てもそういう流れになります。世界じゃん。メーカーさんが専用のコースターを作りました。ビトラの意味をそうですね、最初に言うべきビトラの意味を最後に説明させていただきます。ビトラ、まあ、ハマキ好きな方はですねご存知だと思うんですけど、ビトラというのは葉巻のサイズや種類を指す言葉ですね。狭い意味では、広い意味では、そこから
この葉巻のペーパーリングですね、葉巻のリング、そして葉巻のブランドなどを指す言葉が、スペイン語でビトラです、ね、こんな話があるんですね。あなたの好みのビトラが分かれば、これあれですね、せっかくなんでかっこいいやつは女性に、あなたの好みのビトラが分かればあなたの人となりは想像がつく、そんな風にも言われています。お待たせしました。私が考えたレガシーだけでビトラです。どうぞお楽しみください。ありがとうございました。イメージが上がってます。かっこいいものも最後になります。